皆さんこんにちは。2022年、ウルトラ合格フルコースの全貌ということで、15分程度になりますが、講座の、ね、流れのスケジュール、まあ、宣伝みたいなものですけどね、やらせていただきます。担当しますのはレック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、ウルトラ速習のフルコースと呼ばれるものが、まあ、こちらパンフレットでお話しさせていただきます。で、あのガイダンス、その合格するために、ね、何を意識したらいいかというのは別の動画にありますので、まあ、そちらを見て、お、ちょっとやってみようかな、講座来てみようかなっていう、そういった方のための内容説明でございます。で、まずはウルトラ合格フルコースというのが今一番おすすめの講座で、これから合格まで、今年のね、2020年の卓研試験の合格まで、どういう講座があるのかっていうのを、これ全体を見ていただくのが今日このね、15分程度の動画でございます。で、まずは理解。で、これ俗にインプット、知識を入れるのをインプットの講座って言いますが、このインプットの時に一番メインとなるのがウルトラ速習35時間完成講座っていう、これもう昔からあるんです。これもう何十年もで、私もね、これね、収録講師やらせていただいて20年目になりますけどね、もう毎年あるんですこれ。で、最近ちょっと難しくなってきたね、もうこれ速習35時間だとこれちょっとスピーディーすぎちゃうよねということで、ちょっと充実させようっていうことで、スタートダッシュ講座というのが何年か前に始まりました。で、これスタートダッシュ講座って、例えば皆さんがすでに去年受けてます、一昨年から受けてます、もう何回か勉強してますっていうと、法律用語の例えば善意、善意って知らないことです、悪意知ってることですという言葉とか、債務不履行とか損害賠償とか、そういう基本的な言葉は分かってるわいっていう方は、まあここ飛ばしちゃってもいきなりでも分かるんですけど、初めて、勉強するって言ったら、まず言葉の壁があるんですよね。少なくとも言葉の壁はなくしといた方がいいっていうので、権利関係宅建業法法令上制限で各分野1回ずつ2時間半でスタートダッシュ、全体像、分野ごとの全体像をやる講座を作ってます。で、これをね、見ていただく。 できればすでに合格、すでに勉強経験ある方もこれ見ていただいた方がいいです。それなぜかって言ったら、全体像、まずは勉強始める前に全体像を掴んで中身を詰めていった方が、木を見て森を見ずにならないんですよ。だからこのスタートダッシュ講座って、もう一度今一度言葉の正確な知識、正確な意味を捉えておいて、で35時間完成講座でインプットで理解をする。で、理解をして、もちろん覚えられたら覚えた方がいいんですが、実際覚えるのってテキストを丸々覚えるって難しいです。で、もちろんね、あの語呂合わせだなんだって必要に応じてテキストに載ってたりね、あの板書で提供させていただいたりするんですが、ただやっぱり頭に入れるのは演習、問題を解く。で、インプットに対してアウトプットって言います。演習のことをアウトプット、で、このアウトプットをやるとやっぱり全部当たんないんですよ。インプットちゃんとやったはずなのに問題解くと間違えるっていう、その間違えるとラッキーだと思ってください。多分間違えたことって覚えます。人間失敗したことって覚えるんで、だから下手になんかたまたま当たるよりも、うわ、しまった、外した、なんでこれ罰、あ、こういう理由か、じゃあ覚えなきゃなるんで。で、そこでウルトラ演習解きまくり講座って、解きまくりとか言って6回しかないんですけど、ただこの演習講座で問題の解き方の姿勢を学びます。で、姿勢を学ぶで実際何するかって言ったら、ウォーク問過去問題集っていうのがついてるんです、この速習に。で、そのウルトラの時、この35時間の完成講座でも、あのウォーク問過去問題集って見たりはするんですが、さすがにインプットの講座なんで問題を解ける時間が少ないんですよ。まあ多くてね、講義1回あたり1問です。で、1問も解けない時もあると思います、とかあると思いますって、あるんですよ、だからアウトプット、過去問というのをやる前に、ね、自分で過去問集やる前に、要は解きまくりで、あ、こうやって過去問ってアプローチしていくのかっていうのをやって、それでどんどん過去問解いていく。で、さらに過去問を解き進めていくと、だいたいこれ校舎によって変わりますけど、校舎で学校によって、あの生クラスがね、あの出た順必勝総まとめ講座という、だいたい8月中旬下旬ぐらいから始まっていく、まあ遅いと9月最初もあるかなっていうところです。この出た順総まとめっていうのは、これね、問題を解く講座なんですが、ただの演習じゃなくて、
問題を解いて、この問題を解くためにどういう知識が必要だったかっていうアウトインです。だからインプットをやりますよね。でインプットやってアウトプットやって、今度アウトプットをやりながらインプットをするという、で問題を解くっていう作業は重視してください。なんかね、勉強ってテキストをずっと読んでね、線とか引いてずっと読んでね、一向に問題を解かない、要は過去問集を解き始めない方ってやっぱりいらっしゃるんですよ。独学者の方多いです。だからずっとねテキスト見てる、まあ、スタバかなんかでおしゃれな感じでね、こうねテキスト読んでる。多分ね頭入ってないですね。あ、喫茶店でやるっていいことですよ。やっぱり自分の、ね、普段家じゃできないから、外でね喫茶店とかで勉強するのはいいんですけど、テキストをこうね眺めて、それだけだときついですね。多分なかなか入ってないと思いますよ。どんどん問題やらないと。だから問題やって間違えたらテキストにフィードバック戻ってくるとは大事ですが、このデータ重比総まとめはそれを講義でやるんですよ。まず問題解いていただいて、この知識必要なのにはこの知識がいるよね、でその周辺もちゃんとまとめておきましょうっていう、そういう図表集っていうのを使ってやる講座、これがデータ準必勝総まとめています。で各4回ずつあります。でこれで引き上げて引き上げて、実力を引き上げて、そして模試です。で模試は何のために受けるか、まずは模試って、模擬試験って予行演習な的なとこなんですよ。要は過去問とかやってる時って、権利はずっと権利で、行白予行制限は制限で、もう分野別でずっと潰していくじゃないですか。やっぱり50問ちゃんと本試験と同様な形でやりましょうというのが模試なんですよ。でこのレックでは全国模試の実践編という、基礎編と実践編ってあるんですが、基礎編はやらないで、夏からの講座は実践編3回で、ファイナルって総仕上げの模試1回、全部で4回、回数としては十分です。で模試って、いや、いろんな学校で受けたいんだけど、なんかこう他の会社のねやつにこう遠征して参戦っていうのは全然いいんですけど、ただね模試をねあんまりいろんなところでやりすぎると消化不良になるんですよね。要は模試って大事なのは弱点を探すところなんです。で模試ってもちろん予行演習的な部分もあるけども、おそらく4回やれば十分じゃないのかなって思うんですよね。1回も受けないとなんかこうドキドキしちゃったりするんですけどね、4回やれば十分かなと。であと模試はそのできなくてもいいです。できなくていいって、最初からも全然勉強しないからってできないのはそれやる気ないだけで、やっぱり模試もいい点取りたいと思っていってくださいね。それで勉強してくださいね。ただ模試で変な点取って落ち込むっていうのは本当にやめましょうね。だって模試だから、模試は模試なんですよ。で模擬試験でね、やっぱ落ち込んでやる気なくして、一定数の方って宅建今年やっぱ無理だなみたいになってね、それでね頑張りきれないっていう人がいらっしゃるのが本当にもったいない。結構頑張ってていい調子言ってたのに、なんで模試で点取れないからやめるのかねと。模試はね弱点を探すためにやると思ってください。だから模擬試験で変な点取って、もちろんねいい点取ってよし自信にするっていうのはいいんですよ。で悪い点取ってうわしまったっていうのは大事です。しまったっていうのは、でもそこで落ち込んでもうやる気しねえじゃなくて、ダメな点数取ったらなんで点数がダメだったのか、なんでできなかったのかを分析して、そして残りの時間どういう勉強するかを、要は弱点が見えるんですよ模試やると、っていうところで模試は大事なので、まずは本試験と同様に50問2時間で解くっていう予行演習的なところ、そして弱点補強、弱点を見つけるために模試をやる。なので模試はこれ大事です。私の考えで全力で受けてください。全力で。で多分模擬試験って学校でじゃあレックの校舎で受けようってなって、生でね、生実際来ていただいて受けた時に、例えば模試でパーッと終わって1時間半ぐらいで終わったと、で終わってすぐ出てって、出ていくとなんか解説冊子とかくれて、じゃあ外の喫茶店で丸付けしようみたいにやる方ってやっぱりいっぱいいるんですよ。皆さんのお金で皆さんの時間を使う、どう使おうとそれは皆さんの自由なんですが、効果が薄れます。2時間あったら2時間全力で考えて見直しして、全力2時間解いて1点でも多く取るという努力してください。さっき点関係に言ってたじゃんと。例えば法令上の制限、税金やってない状態でもしっていう方は、このやっぱり直前ね、この売る即習講座だとあるんですよ。いやまだ全部見終わってない、でも言ってください。もしに
で、いやまだ法令やってないから変な点でもいいやじゃなくて、全力でやってください。で、全力でやると、あ、こういう問題が出るのかって見えてきます。大事なところが、点数関係ないけど、その間違えたところどこをどれくらいまでやるっていうのを把握するのに、模試って全力でやらなきゃいかんのですよ。で、例えば1時間半ぐらいで終わって出て採点するんじゃないですか。あー、しまった、ここよく読まなかった、ケアレスミスだって、要は1時間半で出てっちゃったから、あー、よく読まなかったっていう言い訳になるんですよね。あの2時間ちゃんとやってケアレスミスをなくす、そのちゃんと見直しをするというのも予行演習の一つです。あの本試験の時に1時間半で終わったから、はい、もう出ます、帰りたいんでって、帰れないですよ。まあ、あの帰るのかな、でも問題とか取り上げられちゃうと思うんですよね。あの基本的に2時間いなきゃいけないんですよ。で、2時間全部時間使ってくださいよ。その練習もしてください。だから、あの1時間半ぐらいで終わってね、ちょっと帰っちゃう、多分ね、リラックスした状態で受けてるんですよね。で、早く終わったから早くもう点数見てと。あの私もそうですけど、なんかこう問題やってもうとりあえず答えてたら何点取れたんだろうってもう知りたいんですよ。もうだからもう早く出して、もう早く見て、もう早く採点して帰るべみたいにね。いや別に悪くないですよ、それをやるのは。だけどもったいないです。だってもっと時間かければ分かったとかね、ああ時間がもっとちゃんと読んどきゃよかったって、いやそういうのも練習の人としてやった方がいいんじゃないですか。だからもしせっかくだお金出すっていうことになるんだから、ちょっと全力で受けた方がいいですよ、っていうのをアドバイスです。で、あとは直前対策で、これ直前になるとやっぱ何していいか分かんなくなった時に、リックは最後までお弁当を見ますっていうのが究極のポイント300。これね、あの300個一問一答があるんですよ。で、300足だけで合格レベルに行くほど今甘くないんですが、ただこの300は本当大事なポイントなんで、一個一個が大事なんですよ。ちゃんと分かってるっていうのをきっちりと詰めていく、それも漏れがないかを見るっていうのにいい講座です。あと出るとこ大予想会3回ってありますが、権利業法制限で1回出たんですが、模試と同じような形のね、教材なんです。ただ模擬試験ってこれ言っておきますよ、絶対出ないこんな問題っていうのも出すんです。これ本試験でも、何このマニアックな問題、難しい問題っていうのは出すんですよ。あの点数を全部できる問題で過去問レベルで作っちゃうと、もう合格点が40何点とかになっちゃう可能性なんですよ。でも合格点って30から35の間に収めると一番実力を測れるんですって。あのたまたま合格もなくなるし、実力ある人がちょっとしたミスで落ちちゃうこともないので、だから40点オーバーの合格ラインだと、やっぱりこうちゃんと勉強してた人もなんかうっかりで落ちちゃう。で、逆に30点切るような問題だと、たまたま合格も出ちゃう。だから30から35、要は6割7割が一番いいんですって。だから超難問できねえだろっていうのも出すんですよ。だから模試でも出します、超難問を。でもこの出るとこ大予想会は、そういう難問じゃなくて全部当てに行くというのがここ問題ね、という特徴です。あと直前アップ、とにかく6点アップ直前駆け込み講座というのは、これ私は一番おすすめなんですけど、前日の講座なんですよ。で、前日なんで普通、前日学校来ると、前日って結構モヤモヤするんですよね。悶々と、いや明日だな、ドキドキするって。で、家でやってると、結構今 YouTube だなって教材あっても、それでもやっぱり見えなくなったら落ち着かねえなみたいね、そういうふうなんですよ。ところが前日に朝からね来て、4時間です。それ拘束されちゃうけど、その時間絶対明日出るよってことしかやんないんですよ。それをやって、よし、できるできる、自分はいけるってアゲアゲな調子になっていくと合格しやすいんですよ。だからあれね、あの講座でね、効果的なのって6点アップってすごい効果的だと思うんです。あの名前もすごいですけどね、6点も上がるんですかと。これね、実際知識的には全然難しくない、もうこんなんみんな知ってんでしょっていうことしかやらないです。ただそれをちゃんと確信持って正解にできるという能力というか、自信が持てると本試験でいい影響を与えるんですよ。逆に前日やったら難しいことやって、うわ何これって自信下がると、これね、自信あっていけるのと自信落としていくんじゃ精神的なもんでね、5点ぐらい違います。だから知識も相まって、もう10点ぐらい差が出んじゃねえかなって思われるんですよ。
だからこのね6点アップ講座というのは私ねもうこのレクこのレクに、ね、講師になった時から、まあ、本当にいい講座だなって思ってる次第でございます。だから、まあ、ぜひね、うん、あのこの講座もちろん通信でも見れるんですが生クラスで、ね、もし通えたら、まあ、行っていただくのも一向じゃないでしょうか。まあ、今コロナがあるんでねそういったところ気になる方はねやっぱ通信でやるっていうしかないんですけど、まあ、この駆け込み講座というのは前日ね、まあ、上げ上げにするための講座とそして合格おめでとうございますというようなラインナップでございます。どちらにしろこの資格の学校に来るというのは、まあ、時間を買うってことです、ね、独学でもちゃんと本読んで過去問やって合格レベルに行くんだけどそれをなかなかやるのが大変。大事なところがどこなのかそしてテクニック的なところどこをどれだけ時間注力してっていうそういったところはやっぱり資格の学校でお金を払うっていう、ね、意義はあると思いますので、まあ、ぜひレックが皆さんの合格をサポートさせていただければ幸いでございます。以上でございます。はい、それではですね、合格フルコースの全貌というタイトルでお話しさせていただきました。皆さんご清聴ありがとうございました。